どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。今日はワンちゃんに風船をつけて、飛ばしてしまった YouTuber さんの、ね、お話をねちょっとねしていきたいと思うんですけども、ワンちゃんもね高いところってやっぱりね怖いって思ったりすることはあると思うので、まあ、もちろんねそういうことすること自体いけないんですけども、まあ、ちょっとね自分思うことがあるのでそれについて今日は話をしていきたいと思います。それでは内容に入る、その前にオンラインサロンで楽しくやらせていただいています。今メンバーさんどんどん増えております。ズームでトレーニング、ズームで相談の方もやってますので、もしよかったらね入ってみてはいかがでしょうか。ということでね、はい、内容の方に移っていきたいと思います。まずですね、今回はインドの YouTuber の方で、しかもね登録者400万人ぐらいいるっていうね、もうものすごい方ですよね、400万人っていうとね。で、そこのチャンネルでなんとね小型犬のワンちゃんが風船をつけて、飛ばしちゃうね、そういった動画が、出たそうです。風船で飛ばした時に、3階か4階にいた方がなんか助けてくれたみたいな形で、しかもその YouTuber の方は逮捕されてるのかな、きっとね。まあ、こういう動画を見ると自分も一つ思うのが、一昔前ってこう生き物の動画、まあ、ワンちゃんとかね猫ちゃんとかを動画に一緒に出すことによって、動画の数字を上げる、見てもらおうっていうのが、まあ、一時期あったと思うんですよね。今はねそんなにね、なんかワンちゃんとか猫ちゃんのその可愛い仕草だけだったらいいんだけども、まあ、人が映ったりとかなんかすると、まあ、ある程度知名度がある方なら別だけども、そうじゃなければねそれがいきなりこうなんだろう、バズるっていうのはもう多分今あんまりないと思うんですよね。でただね、やっぱりだからって言って、ワンちゃんに対してやっぱり虐待やったり、猫ちゃんに対して虐待したりとか、そういうの面白おかしくやって再生回数を伸ばそうとする YouTuber の方がまあ一定数いらっしゃったりはするんですよね、一定数ね。で、自分がちょっと懸念してるのが、これからの時代こういうのって増えてくんじゃないかなとは思ってて、まあ変な話ね、そのワンちゃんに対してのなんかこう虐待っていうのも、例えば叩くとか蹴るとかはそうなんだけども、まあ、例えば高いところに飛ばすのももちろん怖いし、でワンちゃんも嫌がるだろうし、こういうことするのも絶対良くないんだけども、でもやっぱりそういうのってどこかこのぐらいなら許されるかなみたいなラインをなぞる人ってこれからどんどん出てくるんじゃないかなって個人的には思っていて、でやっぱり再生回数稼ぎたいとか何かこうちょっと有名になりたいとかっていう気持ちがあったりするとは思うんですけども、これからねやっぱりね、そういったことが起きていかないように自分がねここでね一つね提案をしておきたいと思いますね。もう本当にね400万人もいるチャンネルで何かするのに、ワンちゃんに風船つけて飛ばさなくてもね、今自分もねちょこっとやってますけど、ワンちゃんに対して例えばねシェルター作ったりとかね、まあ自分そこまでできてないですよ、作りたいと思ってますけどね、ただシェルターをワンちゃんのために作ったりとかね、あとは今自分がやってるのはねその一定数の規模ですけど、まあもちろんねそのセンターから連れてきてトレーニング入れてまた世の中のレールに戻していったりとか、そういった活動はしてますけども、本当にね400万人もいたらそれこそいろんな方に発信もできるし、これだけのことがやってるんだよとも言えるし、それこそねシェルター建てたりとか大きいこともできると思うんですよね。ちょっとしたことをやって動物のためにちょっと力使ってあげるだけでも十分ね世の中に発信していけるんじゃないかなと思うので、ぜひねそういう方面にね力使ってほしいですよね。もう本当にね困ってる動物って別に犬に限ったことじゃないですけども、猫ちゃんもそうだし、まあ、あとはねその野生動物もそうかもしれないけども、ね、やっぱりこう厳しい状態だったりとかね絶滅に追いやられたりとか、まあ、そういうのもあったりすると思うんですよ、広い規模の話をするとね。でそこを考えていくとやっぱりね、人間もそうですけどやっぱり悪目立ちじゃないですけどね、やっぱ一時期日本でもなんかそのね迷惑系 YouTuber みたいなのは流行りましたけど、どうしたって絶対それって何か続かないですから、一過性で広がったりとか一時的に見られたりはするかもしれないけども、先々ずっとそうやって伸びていくことはないと思うので、ぜひね、動物系で何かやりたいなと思ってて伸ばしたいなと思ってる方ね、もうやっぱりね自分と一緒でこうワンちゃんに対して優しい活動していきませんか、ね、猫ちゃんに対してもそうですけどね、やっぱりそういう活動って地道だけども、いきなりねやっぱりこう面白いこうエンタメ系とは違うから急にドカンってなんかバズる伸びるみたいなのはないと思うんですけど、ただねそういったものって少しずつ認められていくと思いますし、少しずつ広がっていくと思いますし、やっぱりね急にバーンって伸びたのって後が何があるかわからないから、で自分もそうですけどね、やっぱり自分で決めた目標夢に対してどこまでいけるか、これもね、
道に地道に自分の活動もね、こうやって広げていきながら、ね、でまたね、こういうかわいそうなワンちゃんたちが減ってったらいいなと思いますので、ぜひね、これから YouTube で動物と携わっていきたいなっていう方はね、動物に優しくしていただけたらいいかなと思います。はい、というわけでね、ワンちゃん風船で飛ばすと、まあ、飛ばされたワンちゃんは多分ね、怖かったと思うんですよ。まあ、なんだか目がね、やっぱりこうちゃんと見えてる見えてないとかっていうのは、まあ、諸説あったりして、中にはね、あの犬種によってはカラーで見えてるんじゃないかみたいなのもね、ちょっとあったりするんですけど、それはね、自分もね、正直に言うとね、定かではないんですけど、でもね、トリミングテーブルとか、あとは動物病院の診察台も、あれもね、暴れたりしないように適度な高さになってますよね。なのでワンちゃんはね、上に乗るとおとなしくなるってことは高さは分かってると思います。なのでね、高いところはね、結構怖かったんじゃないかなと個人的には思いますので、やっぱりね、簡単な考えでね、動物に、まあ今回風船飛ばすのはかなりオーバーですけど、ワンちゃんに対しての触り方とか声のかけ方とかね、自分たちがされて怖くないから、ワンちゃんされても怖くないかっていうと、ワンちゃんたちからすれば自分たちは巨人にね、見えてますからね。やっぱその辺はね、自分たちもよく考えてね、動物と接しなきゃいけないのかなと思いますので、ぜひね、皆さんもね、これはね、動画を作ってる方もそうじゃない方もね、動物に優しく接してみてはいかがでしょうか。